どうも、ノスケです、えー。今回は僕が学生時代の頃にめちゃくちゃドハマりしてたゲーム、勇者のくせに生意気だっていうゲームの,あの魅力について紹介したいなっていうふうに思います。で、なんかな面白そうなタイトルですよね。あの、まあ、ああの、プレイステーションポータブル、PSP でノスケ結構やってたんですけど、あの、ま、あ、一時、ま、あ、僕が中学2年生ぐらいの頃かな、あの、 まあなんか雑誌とかにも取り上げられたりとかしてこれ結局あの結局構シリーズ出てるんですよあの僕がやってたのは3作目「勇者のくせに生意気だ 3D」っていうあのやつまでやってて VR かその VR で、えー、とあれなんプレイステーションビータかな,かなんかでもうあの勇者のくせに生意気だあのなんかあの VR 版みたいなのが出てるみたいなですけどで、えー、とそれ以降はまあ最新のやつとか出てないのがちょっと残念なところなんですけど。 どんんなななゲゲーームムかっていいうと育成みた感じですよねビオトープってわかりますか自分でトリコで大ゼロビオトープとかあったじゃないですか自分でガンダムのコロニーじゃないですけど環境を作るっていうたんですか自分で生態系を作るみたいな感じで主人公は魔王なんですよねで地下にモンスターをたくさんスライムみたいなやつとかなドラゴンだったりとか虫だったりとかトカゲ男っていう屈強な剣士だったりとか。 あの遠距離魔法使いだったりとかをあのそのなんか地下にダンジョンを作って、えー、とそのモンスターをたくさん繁殖させて増やして、えー、となんか魔王を連れ去らいに来た勇者たちをボコボコにするっていうゲームなんですよね。で 何か、あのー、何が難しいのかっていうと何が難しくて何が面白いのかっていうとそのモンスターたちの行動を自分でコントロールすることができないんですよ例えば「うウィーレ」みたいなサッカーゲームだったりとか「あのなドラゴンクエスト」だったりとか「ポケモン」だったりとかっていうのは自分がそのモンスターだったりとかプレイヤーに指示を出すじゃないですか。たただだ僕たちその勇者のくせに生意気だっていうゲームは あの僕たちはその魔王の更に上の大魔王様みたいなあの、まあ、もちょっと別の名前だったかもしれないですけど大魔王みたいな感じでそのあの地下にそのつる橋を持って地下をどんどん掘っていくんですよねでその地下,地下を掘っていくことができてその掘ることによってなんかスライムみたいなモンスターあのコケっていうんですけど、まあ、まあ今回スライムとしましょうそのスライムを作ってあ作ったりとかあのちょっとレベルの高いあのなんか虫を繁殖させたりとか。 で、その虫たちは、その、まあ、とか、モンスターたちの特定のアルゴリズムに沿って動くんですよね。で、その、なんか、あの、なんか虫たちとか、あの、スライムたちに、あの、勇者を攻撃しろっていうふうに命令したら、急にみんなが集まってくるわけじゃなくて、あの、例えば、あの、スライムだったら、あの、縦横にしか、あの、一直線にしか動けないんですよね。 でめちゃくちゃ強いモンスターのドラゴンだってその真横にしか移動できなくてであの真横にものすごいああのあの強い炎の息というかブレスを出すんですけどあの周りのモンスターたちも巻き込んであの殺しちゃったりとかするんですよみたいな風にあのなんかある程度環境は自分で作ることができるけどその行動あのモンスター自体を。 自分で操る、操ることができないっていう絶,絶妙な難易度というか難しさの、あの、設定されているゲームなんですよね。で、もう、大の助は、その、ハマりにはまって、その、中学、その、やっぱ、難易度の、難易度から、 やっぱり、あの、ま、大のと同じように、あの、一緒にやってくれる人とか、そのゲーム買ってくれる人とか、え、いて、あの、ま、勇者のくせに生意気なの、1、2はソロプレイしかないんですけど、あの、3D っていう、あの、3D と言いながら別に立体じゃないんすよ。あの、なんか、ダンジョンとか、あの、なんか3つの D が合わさって、あの、3D っていう風に言ってるだけで、普通にプレイステーションポータブルでできる、あの、PSP でできるゲームなんですけど、 その難易度とかから結構みんな途中で挫折しちゃうこととか多かったんですけど大之助だけずっと延々とやっててあのえっとね勇者のくせに名前けど二の2作目の最後になんかエクストラクエストみたいなエクストラミッションみたいなやつがあってそれで20分ぐらい持ち時間があって好きなだけ掘って自分でんかモンスターを突然変異させて強化させて勇者を迎え撃つってやつがあるんですよすみませんやってない人からしたら何言ってんのか分かんないかもしれないんですけどやったことある人なら あのもちろんあの2作目だけじゃなくて3作目にも同じようなクエストがあるんですよねであれめちゃくちゃ難しいんですよそのモンスターってそのスライムだったりとか虫だったりとかトカゲだったりとかあもうあの全部特定のストレスがかかると、まあ、進化するんですよね やっぱ僕たちそのあの破壊神かあの大魔王じゃなくて破壊神ですね今思い出したわあの破壊神の腕次第なんですよであの、まあ、僕はそのめちゃくちゃうまかったというよりもただひたすらその攻略イサイトとかを調べてそのモンスターの特性だったり修正だったり行動パターンとかっていうのをなんかひたすら頭の中に叩き込んであのなんかあの勇者を効率的に倒す方法だったりこの,この勇者はこういうスキルを使うからあのこ,このモンスターを配置するのがいいなとかそのスライムの物量だったりとか その虫のあのあ虫をなんか異常型にしてあの毒を持ってるタイプの虫に進化させて攻撃させるのがいいなみたいなふうにあの、まあ、なんかけ結構試行錯誤するのが楽しかったですね。まああの今振り返ったら大系がそのなんか一つの物事にすごい没頭するタイプのルーツを作ってくれたのがこの「勇者のくせに生意気だ」だというシリーズだったなっていうふうに思いますね。で まあそれ以外に別の機会に話しますけど大之助は DM だったりとか遊戯王だったりとか「あのキングダムラッシュ」っていうソロプレイの,の,のタワーディフェンス系のゲームですねとかもめちゃくちゃドハマリしたんですよ。 <laughs> 全然などれも知らねえよっていう人たちとかいるかもしれないですけど、まあ、遊戯王とか電話し知ってるかあみたいなふうに、まあ、結構あの凝り性だったっていうあの自分のそのルーツを確かめることができるできたのがそのゲームだったんでまあ今はその大之助ちょっとゲームあ、ま、全然しなくなったんですけどというのもままああの、まあ、シャドーバースとかゲーム楽しいんですけどやっぱあのゲームまあ,あの日が暮れるまでやったとか。日あの 日付が変わるまでゲームやるのってあのその時は刹那的に楽しいけどやっぱ睡眠不足になったりとかなんか日が落ちた時になんか自分を責めるなんか虚無感みたいなの出てきません、ね、罪悪感だったりとかあ自分は何やってんだろうってせっかくの休日を無駄に溶かしたなみたいなあの罪悪感が嫌いで。 結局そのなんかピアノ弾いてる時とか本読んでる時とかあの筋トレしてる時とかまああの自分磨きになるなっていうようなあとこうやって喋ってる時とかね自分磨きになるようなあの行動してる時っていうのはまあ結局その,あのゲームと同じようにその瞬間は楽しいしやり終わった後の充実感もあるんですよだからコスパ的に考えたらあまあその視力が悪くなるっていうのもあるしねゲームずっとやってたらっていうのを考えたら あのゲームやるよりも自分磨きそのゲームの世界でレベルアップするよりも現実世界の自分をレベルアップさせる方が楽しいなっていうふうに最近は思ってなんかゲームあんまりやらなくなったんですけどあそれでも最近はあの将棋とかチェスとかやってますねその,あのデュエマとか遊戯王とかその自分の,あの手札を増やすあの自分の選択肢を増やすゲームあの大学生がすげえ好きなんですけどあのやっぱそのカードゲームとかって自分の財力, <laughs> 財力とか運が結構絡んでくるじゃないですかただ将棋とかチェスってお,なあのお互いに配られたカードは同じじゃないですか。あの 同じあのコマをお互い持ってて、実力が如実に現れるゲームじゃないですか。だから、のその将棋とかチェスとかっていうのは。やればやるだけ、自分の実力とか頭が鍛えられるじゃないですか。っていうのがわかるから。あの、まあ、あの大人になってからは。 まあ、二十歳過ぎてぐらいから将棋とかチェスやるようになったんですけど、だからゲームの中でも、あの、まあ、将棋とかチェスが、あの、取って変わるようになったんですけど、とはいえ、まあ、あの、大之助の、あの、まあ、青春時代を飾る、あの、大好きだったゲームとして、勇者のくせに生意気だって、めちゃくちゃ面白かったんで、で、あの、初期シリーズとかからも結構面白あの、ファーストからも結構面白かったんですけど、あの、二つ目と三作目の方が、あの、いあの、作数が増えるにつれて、出てくる勇者だったりとか、 あのやり込み要素とかが出てあのどんどん増えてくるんで、まあ、特にあの3作目 3D は。あのうん まあ、出てくる勇者の数とかあの自分が攻略するダンジョンの数があの本当に桁違い2倍とか3倍ぐらいに増えててすごいやり込めるんで皆さんもぜひ勇者のくせに生意気だもう今なら、まあ、PSP っていうのもあってもう相当安い価格でメルカリとかで買えるんじゃないかなっていうふうに思うんで皆さんも,かもうそもそも PSP 売ったわとか捨てたわっていう話かもしれないですけど、まあ、も,うもう手元にないっていう人たちはなおかつあの勇者のくせに生意気だ「言うなま俺もやってたよ私もやってたよあれ面白かったよね」みたいなのがあったら。 ぜひ教えてくださいでダイノスケヤ好きな戦略があのすいませんこれあのやったことない人には何のこっちゃって話なんですけどあの 3D で水が出てくるんですよねあの水生生物が出てくるんですよあのあのなんか水浸しになっている状態あのまあの水槽というかねあの水源を掘り当てたら水が出てくるんですよであの水に浸かってる間は敵の勇者は魔法とか使えないんですよねスキルを使えないんですよねであのなんか雲がいて あのあの水,水生生物のクモがいいるんですよねア,アメンボみたいなでそいつが遠距離から糸を出して相手の移動速度を遅くしたりとかカメがめっちゃ遠くからあのミュータント・タートルズみたいなカメが遠くからめちゃくちゃその金槌みたいなハンマーぶん投げてあのなんか相手の移動速度を遅くしてあのスキルを使えなくしてなおかつあの遠距離からカメがぶん投げるっていうあのハンマーぶん投げるっていう戦法がめちゃくちゃ強くて水生生物の戦い大之助すごい好きでしたねんうんあとは。 まあ、好きなモンスターいっぱいいるけどね。あの、うん。あ、あとは、あの、リリスですね。魔法使いですね。魔法使いが。あの、なんか。 虫を食べたらもちろん食物連鎖があって自分のモンスターたちの中でも虫を食べて養分をたくさん蓄えたらエネルギーをたくさん持ったら蜘蛛の巣みたいなの貼るんですよ魔法使いがねでその蜘蛛の巣に引っかかった勇者は身動きが取れないからその間にその魔法使いたちが遠距離からめちゃくちゃめちゃくちゃ魔法弾を発射して圧殺するっていう戦いとかもすげえ好きなんですよねだから結局条件を整えて万全の状態で相手をすり潰すっていう性格の悪いような戦い方が大の 大好きなんですよねあの将棋とかチェスとかやっててもあの、まあ、将棋とかチェスとかって例えばあのチェスだったらポーンっていうあの一番ざっい兵士が相手の一番奥の段に行ったらあの好きな駒に変われるんですよねだから一番強いクイーンにあのっていう駒に成り上がることができて将棋でも。 フっていう歩兵があの相手の,、まああの,さの陣地の奥深くまで行くと「と金」って言って「あの金」と同じ性能を持つんですよねみたいな風になり上がるんですよだからあのそういうあの将棋とかチェスとかでもその自分あの相手の奥陣地にクイーンをたくさん作ったりとか「と金」をたくさん作ったりして相手を柔人するのが好きななんかもうすごいさ、うん、なんだろう <laughs> 器の小さいような戦い方が好きなんですよね <laughs> 日頃たなんか大之助日頃ストレス溜まってんのかなっていうふうに思うかもしれないですけどまあ人それぞれそういう個性とかも出てやっぱりゲームって面白いなっていうふうに思ったさあの今日この頃っていうのと、まあ、皆さんもぜひあの、まあ、気分転換にそのゲームってまあ大之助そのなんかデメリットが多いからやめたいみたいなことをさっき言いましたけどエイペックスだったりとかデッド・バイ・デイ・ライトみたいなふうに周りと協力するタイプのゲームってむしろコミュニケーション能力を高めたりとかマリオみたいにその。 なんか空間認識能力を使う、まあ、未来を予測しなければいけない系のゲームってああの IQ を高めたたりすするるみいいなあの研究とかもあるらしいんですよねだからゲームやりすぎはよくないけどあの生活が破綻するぐらいまでゲームをやるのってよくないけどその一方でゲームって別に百害あって一理なしなわけじゃないんだよとあのメリットも結構あるんだよということを頭の片隅に入れておくことでそのまあ、あの休日とかにダラダラとゲームやっちゃいましたっていうあの罪悪感も多少は緩和できるんじゃないのかなっていうふうに思うのでまあ まあ自分の何だろうあのこれをず絶対にしなきゃ勉強を絶対にしなきゃっていう風に思っててできなかったらあの自分を責めちゃうと思うんですけどむしろ自分の IQ を高める気分転換にちょっとだけやってみようかなぐらいの気,分気持ちでおおあのいることによってやっぱアメとムチって大事なんでその勉強の休憩にゲームして。 で、ゲームで気分転換したから、あの勉強に戻ろうみたいな風な切り替えができるんじゃないのかなっていうふうに思います。まあ、<laughs> 余談ですけど、ただ、その一方で、あの、勉強の休憩でゲームっていうのはちょっとあんま良くないところもありますけどね、その脳の同じ部位を使うから全然勉強の休息にならなくて、なおかつ、その、勉強でたくさん、あの、蓄えた情報が、そのゲームによる圧倒的な情報量で、ところてんみたいに押し出されて、勉強した内容が頭の中に残らなくなっちゃったりする可能性とかもあるから、まあ、 あの勉強の気分転換というより例えばスポーツの気分転換とかでゲームやってみるとかっていうのもおすすめですね。あのということで、えーとまあ、ゲームは、まあ、あの絶対的な悪ではないんですよということ、えー、そして大之助はあの、まあ、今でこそなんか本,本読んだ内容とかいろいろべらべら喋ってますけどあの、まあまあ、半分ニードみたいな学生生活を送ってましたっていう話でした。ということで今回は以上。